それでは続けて、カッコ2番。右の図の三角形 ABC は、辺 AB が60センチ、辺 BC が75センチ、辺 CA が45センチの直角三角形です。また D は、頂点 A から BC に、辺 BC に、点 E は点 D から辺 AB に、それぞれ垂直に線を下ろした時の交点です。ED の長さは何センチですか？問われてるところを確認したいんで、ここ四角と入れてみましょう。ED の長さを求める。これは典型的な図形なので、ちょっと数字が大きい。簡単な整数比にしてみましょう。60対45対75。最小公倍数が10、最大公約数が15なので、15で割って簡単にしておきましょうか。ここ、消さなくていいや。ここ、45。これは15で割ると、3に当たりますね。で、これは、4。ここは5としときましょう。はい、まず3対4対5ですね。で、ここに相似な図形があるので、今度はここの部分、ここの部分の比を考えてみましょう。3対4対5ですけれども、今度これが3対4対5になるので、ここ四角で囲って3対4対5としときましょう。そうすると、今度どこが出てくるかと、4つ分出せばいいんですね。4つ分。5つ分が45センチの時、辺 AD ですね。AD の長さ。これは4つ分なので、5分の4倍すればいいので、5で割って4倍する。そうすると、くし36センチになりますね。書いてみましょう。ここが36センチ。AD36 センチ。で、今度、ここのところに、やはり相似な三角形ができるので、これを3対4対5にしたとき、5つ分が36。問われているのが4つ分ですね。4つ分を求めればいいので、ここ整理していきましょう。5つ分が36センチ。問われているのは、辺 ED の長さ。これは4つ分に当たるので、36×5分の4、そうすると 36×4 を5で割ればいいので、5分の144、したがって、5に10 28.8 センチと求められます。